こんばんは。レインボースターありがとうございます。グッドゲームありがとうございます。バラありがとうございます。制服というかこれはときめものコスプレです。 YouTube はいつもこれで配信しているので、よかったら YouTube 見に来てください。チャンネル登録バナーからできるので、そっちのバナーからよろしくお願いします。かわいい、ありがとうございます。ハート、ヤッホー。ついにクライマックスになる予定。そうなので、ちょっと先準備するね。ちょっと時間なくて準備できてなくて、準備してからカジュッパする予定です。カジュッパでイベント後も始まりましたので、よければよろしくお願いします。ではまずプレイステーションの準備から。よいしょ、えい。プレイステーション2 to HDMI しました。ハートありがとうございます。小判ありがとうございます。あ、ハロウィンっぽいイベントありがとうございます。あ、ヘッドホンの充電できた、できました、できました。そうそう前回ね、見てくれてる、ちゃんとありがとうございます。あ、その前にてってれーん、コミュニティの皆様から藤崎さんにした短くない髪の毛てってれーん、わ、じゃん、こちらの素敵な盾いただきました。ありがとうございます。盾というかクリスタルというか、クリスタルいただきました。ありがとうございます。100回記念ですね。ありがとうございます。7月に100回を達成したところなんですけど、今10回とかかな。そう、7月のナンバラでね、100回を達成しまして、あれだ、千秋楽の次の次くらいだった気がする。29とかかな、確か。あ、29って書いてた7月29日に100回を達成した時のやつをいただきました。ありがとうございます。嬉しい。次第交代72回もでやったんだって。M のサインはこの時14だけど、その後から多分今20とかかな。意外と少ないんだね、もっと出てる感覚だった。こんばんは、ありがとうございます。めっちゃ素敵なガラスの重みのある、ほら、じゃん素敵、ありがとうございます。世代交代全部で120何歩とかかな、150何歩とか、120何歩とかかな。ハートありがとうございます。いいね、ありがとうございます。ね、綺麗で素敵なクリスタル、ありがとうございます。ありがとうございます。コウマリありがとうございます。127だって、世代交代。そうなんだ、そのうち70も出てたんだね、知らなかった。結構出てたんだ、知らなかった。半分いくかいかないかくらいかと思ってた。では YouTube の準備をするんですけども、よいしょ、準備していきます。あー、ごめんなさい、ゴンってやっちゃった。えい、モニター一つ置きました。コウモリありがとうございます。モニターもう1台置きます。すいません、ゴンゴンやってる。モニター2台置いてます、いつも。
可愛い制服なんですが、これはときめきメモリアルのコスプレです。握手会、横浜の握手会で着るので、横浜じゃない、幕張メッセの握手会で着るので、ぜひあの握手会来てくれたら嬉しいです。そう、これ着てるよこれ着てるよ、握手会で。そう、準備するだけの動画あげたいなと思いつつ、もう思いっきり CA だからさ、画角が難しいんだよね。そう、まあこう透明ならいけるかもじゃあ逆逆近めかマウスとキーボードです。ここにゲーミングパソコン置いてる。これ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 、ゲーミングパソコン。よいしょ、HDMI 挿します。どこかな、あった。熱い、熱くなってきた。なんかで、キャプチャーボードって言います。これキャプチャーボード、ここから出力と入力と2つのコード。そうだから机の上はね、真っ黒のコードだらけなんですよ、いつもほぼ顔つくない、すいません。よいしょ、通ります。 HDMI2 に挿しました。入力の方はあのプレイステーションの方に挿します。これが気持ちを込めて挿さないとね、もうプレイステーションがめちゃくちゃ古いのでつかないんですよ、全然入ってこなくて。それでこの前始めるの遅れちゃったんだよね、接触悪かった。気持ちを込めて、はっ、気持ち大事。そう、気持ちを込めて刺さないとつきませんのでそう、モニター2台とあのパソコンとゲーム機と、あとマイクとカメラのコードもあるから、もうコードだらけなんですよ、机の上がいつもそう、1,2,3 キャプチャーボードと、あとあの HDMI 増やす増設みたいなやつもつけてるから、10本くらいいつも机の上にはコードが散らばってます。カメラつけます。ペンライトありがとうございます。あれ、リモコンがない。え、リモコンが消えました。あったあったあったパソコンの電源入れます。えい、機械系は得意です。どこじゃどこじゃ、ありましたWindows が起動します。今マウスって出てる。電源入れます。
開きました。プレイステーションの電源入れます。こちらときメモを入れていきます。得意っていうか、小学校からほとんど電子黒板とか使ってたから、こう親しみがあるっていうかなんというか、小学校の時からずっと自分で電子黒板つけて、自分の iPad つないでみたいな、あ、パソコンつないでみたいな、ずっとやってたから、中学校も高校でもずっとそんな感じだから、慣れてるのはあると思う。あとパパが詳しいから教えてもらうのと、えい、どうだ、入れました。ときメモ、伝説の木の下でてんてんてんになる予定どうかな、つくかな。塊中、頑張れ。とりあえずは、あの、全部つなぐのはつなげました。プレイステーションがまだ開かないけど、立ち上がらない、頑張れ。あれね、さ、 YouTube のあれなんだよね、あのタイトル間違えてて、大きな木の下でとか書いちゃったんですけど、あの、大きな木の下じゃなくて伝説の木の下なんですよね変えます。今伝説のできました。変わったと思いますそう、大きな栗の下でになっちゃうんだ、なっちゃうって思って、そう間違えました。大きな木の下でって書いちゃいました伝説です。そう、で OBS を立ち上げて、プレイステーションが立ち上がらないんだけど、嫌な予感がする。で YouTube とあのコードとかを入れたりして連携して、でコメント欄の URL を OBS に貼り付けることでコメントが見えるようになります。画面で、いっ、来ました。ね、気持ちが足りなかったのかな、全然立ち上がらないんだけど。ハートありがとうございます。コウモリありがとうございます。今日で朝日奈ちゃんが終わる予定なので、ぜひ遊びに来てください。映りました、出すよ。うん、グッドゲームありがとうございます。あ、来た。ちょっとキュッキュッと吹いて。逃げちゃダメだ。小判ありがとうございます。YNN に歌われそうってか、 YNN のスタッフさんの方が姉よりもっと詳しいと思う。経験も全部自分で、あの、 YNN さんがやってるからさ、 YNN さんの方が詳しいと思う。めっちゃ詳しいと思う。公演楽しかったです、ありがとうございます。山ちゃん頼みね彩香さんの山ちゃんね、山ちゃんもう、姉もよく教えてもらいます。めっちゃ OBS に詳しい M のマネージャーさん。はいと、ありがとうございます。来てない。
なんかね、ということでもうちょびっとだけになっちゃうけどカジュパしたいと思います。音だけにしますね。ショールームはダメなので、うん、画面、50分ぴったりから1500点しようかな。麻雀のそれだけで終わっちゃいそうですが、1500点50分ぴったりからします。今あのイベントをやっていますので、ぜひ一緒にプレイしてくださると嬉しいです。50分ぴったりから麻雀します。ハートありがとうございます。1500点の方ね、ハートありがとうございます。はい、ありがとうございます。会えるかな皆さんと。バナありがとうございます。ドキドキ待機中。イベントはマージャンでもババ抜きでも、あ、来た来た。そう、どっちでも大丈夫です。あのでもマージャンの方が1回に入るポイントが高いので、マージャンの方が知ってる方はねおすすめだけど、やりたくないって方はあの全然ババ抜きでも大丈夫です。あのただ推しメン登録しないとポイント入らないので、推しメン登録してよしみんなところに初めてポイントが入るので、おお、いい感じ、よろしくお願いします。よかった。でもタイムラグは長いからちょっと気をつけて。わかる、ありがとうございます。あ、来た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 。お、パソコンも調子いいので今日は一発できました。イエーイ。あ、やばい、調子悪いわ、うん、まただ。選んだ時は直下に下の映像が出てこないわ。またうわ、まただ、最悪。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、麻雀いつもキャプチャーボードの映像が OBS に入ってこないんですよね、いつも。うん、無効化とか有効化するんだけど入ってきてないわ。また再起動しないと。なんでなんですかね、いつもあのちょっと誰か知識のある人教えてほしいんですけど、あのキャプチャーボードのやつがいつも OBS に入ってこないんですよ。ちゃんと繋いでるのに、多分接触が悪いだけかもわかんないけど、誰か詳しい人教えてください。起動する順番ね、確かに。あ、そうなんだ。うん、かもしれない。その入れる順番があるのかな。ちょっとおっちゃん、オート化粧、歌が始まるから。えるるる、新月まみさんの歌が始まる、はい、更新してる、毎回更新してる、毎回出てくるから。いい牌を引いてきました。ヨシミン推しの方がたくさんだ、嬉しい。そう、ヨシミン推しをつけて遊ぶとヨシミンのところにポイントが入って、そのポイントで競うので、ヨシミン推しを忘れなく、よろしくお願いします。そう、ヨシミン推しをした状態で遊んで、それでポイントが入って、そのポイントで3位以内で裏ナンバちゃんのご褒美ロケに行けるらしいので、よろしくお願いします。上位目指して。姉推しの方から姉の声が聞こえてくるから、なんか変な感じ。あれじゃない、プレイステーションが立ち上がった状態でキャプチャーボードを入れないと反応しないのかな。今プレイステーションが立ち上がってない状態で
キャプチャーボードをつないでたから、だから抜きあの再起動とか抜き差しが前してて、あ、来た、リーチしました、いっぱい負けてきたぜ、泣き泣き飛び出して遊びに行くときもつけ、それはご自由にわぁ負けました。あ、でも相手は何も取られてません、よかった全ヨシミン、いいねいいねいいね、うわちょっと時間が厳しいので1回になっちゃったけど1回で終わりたいと思います。また後絶妙に終わらなさそうなので、麻雀もババ抜きもちょっと1回だけになっちゃったありがとうございました、対戦ありがとうございました、カジェパインストール中ありがとうございます。そうぜひね、ヨシミンだけだったら全部姉の声ってことか、リーチもロンもとそう、あの NLB48 のカジュアルパーティーっていうゲームを無料でダウンロードできるので、無料でダウンロードしてもらって、それであのヨシミン推しを登録して、それで遊ぶとポイントがヨシミンに入るようになるので、ぜひあのカジュアルパーティー入れてないよって方もぜひカジュアルパーティーを入れて遊んでくださると嬉しいです。無料で入れるってあのハートは1日1回回復しますのでぜひ遊んでくださると嬉しいです。無料ですって、そうですそうです、なので入れてない方ぜひ入れてくださると嬉しいです。で、ヨシミン推しをつけて、そう、麻雀が分かんないって方はあのババ抜きもできるのでババ抜きの方でお待ちしてます。ちょっと麻雀の方が多分ポイント入るポイント大きいのかな、うん、ちょっとあんま詳しくは分かんないんだけど、お高くない、無料無料なので、ぜひ入れたことない方もぜひ入れてくださると嬉しいです。と、麻雀分からなくてもあのガイドがあるから全然いけると思います。あれでも最初はガイドに従ってただ矢印ついてるとこ押すだけだったので、それでもいけるのでね、そう、とりあえずあのヨシミン推しを登録して遊んでくださると嬉しいです。そうそう、デッキにカードじゃなくてヨシミン推しをあの変えるところが多分あるんだよね。あれちょ推し変えたことないからさ、変え方わかんないんだけど、最初に設定したまんまで多分どこかに変えれるところがあるんだと思う。どこだろう、ちょ、数字を捨てたがるんだよね、思ってたガイドさん、やたらとポンとかチーとかカンとか進めてくるんだよね。どこだろう、どこで推し面変更かちょっと分かんないけど、うん、あ、どこだったっけ、あ、カードに入れたらいけんのかな、なんかそんな気がしてきた。コレクションとかじゃない、あ、それだわ、わかったわかった、あれだ、一番いいカードをあの一番いいカードをその人にしたらその人が自動的に推し面になるんだわ。今ちょっと適当に違う人にしてみたらいけました、うん、それだそれだ、コレクション、一番あのコレクションのところのやつで、うん、一番右のやつのあのなんて読むかわかんないけど SEC って書いてるやつ、なんだろうねそれ、それをあの推し面にしたい人にしたら推し面、その人が推し面になります、そのカードの人が推し面になる。そういうことです。
受けました。そう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 、なのでよしみん推しを登録してぜひ遊んでくださると嬉しいです。カード持ってなかったら推しできないんだ。じゃあ分かんない。あ、やばい、男女読みします。13位ナセヤさん、ありがとうございます。12位 MO さん、ありがとうございます。11位マリタケちゃん、ありがとうございます。10位アットさん、ありがとうございます。9位ヨシくん、ありがとうございます。8位クワガタさん、ありがとうございます。7位トマトさん、ありがとうございます。6位量産型ジャコさん、ありがとうございます。5位ソラさん、ありがとうございます。4位ヤスさん、ありがとうございます。そして3位はデグ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 デン、ホットラブさんでした、ありがとうございます。そして2位はデグ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 デン、ウーカメインの箱押しさんでした、ありがとうございます。そしてこの配信の1位はデグ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 デン、マキシさんでした、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。皆さんも来てくださってありがとうございました。この後20時からは YouTube でときめきメモリアルをするので、ぜひ遊びに来てくださると嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。明日の配信は多分朝だと思いますが、またお知らせするので来てくださると嬉しいです。 X のフォローもよろしくお願いします。ではまたね。3分後ぐらいに YouTube 始めます。またね。